から乗る船大東が待機しております。結構遠いとこまで行くんですけど、思ったよりちっちゃい船ですね。結構揺れそう。なんかああやってなんかクレーンでなんか島に上陸するみたいですね、大東って。4時過ぎ那覇まで戻ってこれました。これからすぐに大東島の方に向かいます。4時10分那覇に戻ってきました。あっちに船大東が止まってるんですけど、まずローソン行きます。ちょっと食料調達行きます。ちょっとこれを買おう、これも買おう、これも買おう。ローソンで食料を調達しました。これから貨客船大東に乗って17時間ほどね航行します。なのでちょっとお弁当多めに買っておきました。確かなんか船の中に、ね、なんか食べ物売ってないらしいんですよね。だからあらかじめ用意しとかんと。北大東島、南大東島行きの船はねこっちですね。なんかちょっと人が少なそうなエリアにやってきました。ここら辺は久米島行きの船乗り場ですかね。後日利用したいと思います。あの人たちも北大東島行くんかな。よし、島にあった4時から4時半の間に来てくれとのことです。とうとうこの船に乗る日が来たとは。これね、この船乗るのかなり難しいんですよね。かなり便数が少ないんですよね。1週間に1本ぐらいかな。これが南大東村の村章ですね。あ、こちら北大東村の村章。それではそろそろ行きますか。このコンテナは多分その南大東島、北大東島に持ち込む物資のようですね。北大東島まで5790円。中結構綺麗。こっちが寝台室か。32番、あったあった、ここか。おお、なんかゆっくり寝れそうや。できてめっちゃ快適。これで閉じれる。多分これ枕ですね。割とスペース的には全然問題なさそうですね。足ももう全然伸ばせる。結構快適。あれあれ、よくよく見たら上シーツが敷いてある。俺んとこ敷いてないんやけど、えランクがもしかしてあんのかな。こちらが船内図です。ほとんどね、2階部分が旅客スペースのようですね。南大東温度ちょっと覚えちゃおうか。すぐ横にはね、何これ、南大東小中学校の校歌が載ってました。反対側のスペースにはやっぱりこう北大東温度だとか北大東小中学校の校歌も載っております。でっかい荷物を置けるスペースもある。意外とポットとレンジあるんですね。よかった、弁当チンできるわ。これ故障中でポットを利用してくださいって書いてあるってことは、お湯出ないだけでカップ麺買えるんかな。とりあえず自販機やって助かったわ。もう売り切れてるのはもうこれだけですね。わ、喫煙室あるんですね。これはありがたいわって。俺タバコ吸わんけどな。すごいトイレ綺麗。ええ感じの展望スペース。もう生活物資がもう積み終わったっぽいっすね。まだ4時37分ですけど、もうタラップは降ろされましたね。もう出るんかな。まだ4時40分ですけど、もう出港スタンバイだって。4時43分出港しました。これで早く北大東島に着けそうだ。それでは絶海の孤島へと向かっていきます。ご協力をお願いいたします。飲酒は現金です。
パーク2時まで何も食えなかったんで腹減った、もう弁当食います。ウチナー弁当チキンカツめっちゃ美味しそうだ。岬が見えてきました。8時過ぎにはもう真っ暗ですね。お腹空いてきたんで粟国島で買った羊羹でも食べたいと思います。黒糖の甘みが効いててめっちゃカロリー高そう。沖縄本島離島の旅5日目が終了しました。本日は粟国島を周遊してきました。そして今北大東島まで船で向かっています。船酔いし始めたのでちょっともう寝たいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。6時半頃目が覚めました。結構周りは霧がかってますね。もう南大東島が見えるぐらいの距離まで来たかと思うんですけど、ちょっと霧がかかって島がまだ見えないです。朝食にゴーヤチャンプルー弁当いただきます。港らしきところが見えてきた。あれは名物のクレーンじゃないか。港やばいな。もう着岸できないからね。なんかあのクレーンで人も上陸するようですね。青ヶ島でも上陸できるのに。わすげえ、ゴー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 、マジかよ。よくよく見たらやっぱ海の色すごい綺麗。うわすごいところで作業してはるな。晴れてきて向こう側にある北大東島も見えてきました。8時25分少し早く南大東島を出港。あれ先ほどの船か。綺麗な海だ。やばい、めちゃめちゃ揺れてる。下船近いので客室で待機するようにとのこと。めっちゃ揺れるわ。うわ、前側初めて。
やばだ。向かいの車が来てくれてます。すげえでっけえ虫落ちてる。もっと細かくしますけど、どうします？これもしよかったら PayPay で決済可能？3000円で大丈夫ですか？そうです、はい、この道を見つめる。1時15分集合なんでダッシュで出ます。大東郵便局やってきました。なかなか綺麗。公安事務所やってきました。真っ先にここでねチケット買います。南大東島行きの船870円、時間が限られてるので早めに買っとこう。朝鮮券売り場の近くにコンピラ神社ありました。すごいな、踏切のここ。あ、こんなところに土俵？これ多分土俵っすかね。なんかすごい廃墟みたいな建物ある。これ今はもうやってないんかな。こっちのことか。いやなんか廃墟好きとしてはたまんないっすね。やってきました。いい眺めだ。ええ感じの東屋があります。絶景の古道からの絶景。なんかすごい巨大なタンクがあります。かなりなんか朽ち果ててますね。何なんでしょうか。すごいなこれ、枠が錆びてベロベロになってる。すげえ、あれもなんか朽ち果てたタンクがある。でもないここは日本の海です。明治時代にねここが日本の領土であることを証明するために建てられたようです。西港にやってきました。すぐそばになんか輪郭山の中、なんか採掘所ですかね、あれ遺跡みたいな。今日は北港からの、ね、上陸でした。大東島といえばここでしょう。輪郭山遺跡。すげえな、ここでなんか輪郭山という石がねなんか採掘されてたようです。これは何の廃墟だろうか。すげえこの辺り廃墟なんとかめっちゃ残ってる。うわすげえカエルだこれ。島みたい。これなんかもう完全に崩れてしまってますね。すごいなこれ、巻き上げるための装置っぽいですね。これが西港かな。すげえこれすげえよ。ほんと圧巻の廃墟美ですねこれ。第4層カートかな。結構廃墟が
残ってますね。ここら辺が黒部岬ですね。黒部岬からの眺めめっちゃいい島の北西端辺ですね。うわー、なんか綺麗な海が。クジャク生地、なんか生地みたいなのが、ここが生地あれ。うわ、何あれ、なんかすげえもん見えてきたぞ。うわ、すげえなこれ、まるでピラミッドやん。どうやらこっから登れるっぽいぞ。ピラミッドなんか上の方来ましたけど、ここら辺廃材置き場か。上の方来たけど、なんか資材置き場っぽいぞ。なんかただの瓦礫の山って感じのとこですね。すごい、見たこともない綺麗な虫を。なんか何これ、ゴツゴツしてて歩きにくいわ。見晴らしのいい場所になんか片通り使うね。ここ中腹あたりやけど結構いい眺め。本日上陸した北港が見えてきました。北港のね、上のところにやってきました。トイレあります。トイレあるのはありがたいんですけど、自販機がねないんだよね。観光協会に置いてきちゃった。那覇まで定期便が飛んでるみたい。あ、じゃあこじんまりした空港ですね。やった、自販機がある。あ、生き返った。今のうちにドリンク買っとこう。こっから空港の滑走路が見えます。秋葉神社の駐車場までやってきました。すごく背の高い鳥居が見えてきました。こちらが秋葉神社、なかなか荘厳な雰囲気です。近くに天狗岩があるはずなんですけど、ここから入るんかな。一周してきちゃった。こっちか。この上が天狗岩かな。ありました、こちらが天狗岩です。あ、とりあえずでかいなこれ。でけえ、なんかでかくて、どっからどこまでが岩なんかようわからん。駐車場のところからこっち行けば秋葉神社、こっちが天狗岩への道ですね。滑走路の周りを走ります。はあ、いい感じの海ですね。ここから沖縄海に向かっています。沖縄海への道、めちゃくちゃいい眺めや。すぐ横には滑走路がね走っておりますね。ちょっと迂回していかんとダメです。
縄海の入り口に来ました。こちらは沖縄最東端の日です。すごい絶海の海。このすぐ下に沖縄海が広がっております。すげえなこれ、手すりがへしゃげてる。波の力がもしかして。すごい迫力のある海。ちょっとゴミが結構散乱してますね。なんかここで確か海水浴できるんだっけ、ほんまかな。なんかとてもここで海水浴したいとは思わんけど。荒々しいけれども綺麗な色。泳ごうとしている女性が2人いるけど大丈夫かな。台風岩やってきました。でっけえこれ。なんかこの岩台風で飛んできたみたいですけど、めっちゃでかいぞこれ。こんなん飛んでくるってちょっと やばいでしょ。台風、世界の孤島だから台風の影響もすごいんだろうな。そして向こう側に南大東島が見えております。江崎港にやってきました。下に港があります。場合によってはここから北大東島に上陸することもあるようです。北大東漁港に着きました。いやなかなか壮大な港だ。やっぱり海の色も綺麗ですね。南大東島もよく見えます。大きななんか展望台みたいなのが。工場のすぐ横に駐車スペースありました。北大東漁港の上の方にこういった駐車スペースがありました。上陸公園の手前の道、南大東島がめっちゃよく見える。一番最初にね、この日本人の方がこの島発見して上陸したのがこの場所のようです。すごいなんかいい感じの記念碑もありますね。ここから下に道があります。ではこの下の道から降りていきましょう。めっちゃいいなこの道。上陸の地、なんとも荒々しい場所。よく上陸できたな。暴風林みたいなところ抜けると
集落へと入っていきます。なんかこう木で囲まれてるって感じ。おそらくここが村で一番、栄えてるショップでしょうか。反対側には学校があります。ここが大東集落になります。集落のあたりもなんかすごい。保健福祉センター、診療所がありました。こちら北大東村役場、すごい立派な建物。公衆トイレが見えてきました。あ、この奥になんか大東宮があるはずなんだけどな。駐車場あるところまでやってきました。多分この辺りにね、大東宮の入り口があるはずです。向かいにはすごい大きな広場がありますね。あ、なんか整備されてなさそうだけど、なんかこっちから入れそうな気がする。なんか道がわからん。やった、舗装された道に出てきました。大東宮に到着しました。こんなところに土俵がある。なんかこの村そういう風習があるんだったっけな、確か。あ、普通にちゃんとした入り口があった、すぐそこに。いや、いいことありますように。ホープのところに信号があった。多分島で唯一の信号かと思われます。観光協会のところまで戻ってきましたけど、その近くの浜遊走ちょっと寄っていこう。ここは島で数少ないレストラン。ここか。空いてる時間はちょっと短いので要注意です。ここに来たらやっぱり大東寿司やね、ご飯いただこう。なんかこの大東そばってのも気になるな。セルフサービスのお茶、異様にありがたいわ。マグロとサワラの大東寿司、ご飯いただく。八丈島にルーツのある島だから八丈島のお寿司と似てるな。この味噌汁めっちゃいい匂いや。美味しかったな、大東寿司。ちょっと時間があればね、ここも泊まってみたかったんですけどね。あと奥に展望台があるんでね、ぜひとも登ってみましょう。うわ、なんか思った以上になんか良さそう。うわすげえ、ここ島を一望できる360度のビュー。確かね、この島で一番標高の高いところってありますよ。いや、ほんといい場所だな、ここ。集落の辺りがなんかこうくぼんでいるような感じになってますね。では最後に灯台に寄っていきましょう。どうやらこの道から灯台に上がっていくみたいだ。北大東島灯台やってきました。やっぱり中には入れないですね。多分さっき標高一番高いの浜遊走って言ったら多分間違いで、多分ここが一番標高高いと思います。自転車の返却時間ギリギリなんで戻ります。でっけえ虫。なんかさっきからすげえキラキラ光る虫に体当たりされる。でっかくてなんか綺麗な虫。はい、交流センター戻ってきました。中はこんな感じになってる。
た中野資料館500円で入ります。すげえな、年季入ってる。うわー、レコードとかすげえ懐かしそう。いわゆる昔のコピー機ですね。北大東島出身の闘牛の横綱がいたみたいだ。ここで写真撮れる。北大東島と南大東島、間はものすごい深いんですね。噴水してここがあるじゃない。ここ見ました、降りて。あー、僕たち今行きましたね。どこやって、洗面所が立ってるところ、ここがお風呂場だったところか。こっちはあれかな、女性用かな、知らんけど。で、これ裏の、あ、はいはい、写真があるし、ベルトコンベアを通すために穴開けたやつ。そうそうそう、うわ、すげえ。英国だと4時出航なんですけど、もう2時前には出航しました。早いな。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。